はい、どうも、哲学とです。今回はですね、バーバリアン2週間ほどね、プレイしてきたんですけど、まあ、だいぶね、精髄も溜まってきたので、またね、元のネクロマンサーに戻していこうかなと思います。一応ね、スコアの方は、攻撃力5617までね、上げることができて、まあ、そうですね、だいたいいい感じかなと思うんですが、精髄の方もね、結構、まあ、フィールド狩り中心にやったんで、まあ、結構ね、抽出できたかなって感じですけど、まあ、こうやって見ると、そうですね、鎧だけはね、これあれですね、多分、アップデートのやつがまだ来てないのかな。そうですね。ごつい化されてるって感じですね。まあ、この動画撮った翌日に1回アップデートが入って、またね、6種類追加されると、各色6種類追加されるというとこなんで、まあ、それに揃えて、ネクロに戻していこうかな、思いますね。で、まあ、最近ね、保管庫がとにかく足りないんで、いらないセットもね、砕いてるんですけど、結構ね、これやっとくと便利かなと思っているものとしては、なんていうのかな、いわゆる予備兵装備じゃないものですね。で、レジェンダリー、なんか、精髄がね、抽出してるのか、それとも、砕いちゃっていいのかわからないと思うんで、そういう時はね、こうやって外して、一回外す。で、こんな感じですね。で、あえて、ここのね、鍛冶屋のとこですね。で、取引のところで、一回暗くやると、精髄抽出してないって出てくるんで、あ、これの元アイテムは抽出してないから取っとかなきゃなとかっていうのがわかるんで、こういうのは、保管庫の中に後で残しとくという感じですね。で、保存したセットに含まれてる場合、こうやって出てきちゃうんで、一回 OK を押すと、分解しますかって出てくるんで、まあ、これはもう抽出しているんだなっていう感じなんで、下衣は移行してから取っちゃってもいいなという感じですね。で、頭はこうやってやると、精髄を抽出してないと出てくるので、メインハンドとあと頭は、後で、残しとかなきゃいけないなっていうのをちゃんと覚えとけば、なんていうのかな、無駄に、これ抽出したっけな、してないっけな、みたいな感じにならずに済むんで、いいと思います。じゃあ、ちゃんと戻した状態で移行しようかなと思います。スコアが下がってる状態で移行しちゃうとね、大変なことになっちゃうんで、まあ、とりあえずこれで抽出して、抽出じゃないわ。クラスチェンジしましょうかね。まあ、クラスチェンジもなんだかんだでもう10回目ぐらいなんで、まあ、慣れたもんではありますが。さあ、じゃあ、懐かしのネクロに戻りますかね。クラス変更。まあ、バーバモがやっぱ近接色としてすごく面白かったんで、まあ、またやっていこうかなと思いますけど。まあ、とりあえずしばらくネクロにまた戻して、やった後で、まあ、他の色のコンプリート目指していくって感じかな。そう。まあ、たまにやっぱなんか違うクラスやらないと、私の場合はなんていうか、飽きが来るというか、配信的にも見栄えがさ、おかしくなっちゃうってとこあるんで、まあじゃあ元のネクロに戻しましょうかね。ここね、なんかね結構時間かかるんだよね。大丈夫か。はい、じゃあクラス変更、クラス変更ですね。まあ結構ね、そんなに最近飽きずにやってるけど、まあちょっとマンネリ化してきたよっていう人はクラスチェンジね、おすすめです。全然このゲーム、なんだろう、キャラクターによって全然戦い方とかも違うんで、多分ね、新たなイモータルのこう魅力とかも見えてくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ちょっとイモータルマンネリ化してきたなっていう方はぜひね、クラスチェンジ試してみてほしいなと思います。さあ、OK で、これで移行ができたんで、今回はこれですかね。
で、まあ、私、筋力職の指輪系とか特にいらないので、なので、さっきのメインハンドと頭だけを残して、あとは砕いちゃっていいかなって感じですね。メインハンドと、あ、ちょっと待った。キャンセル。メインハンドと頭をね、残すなと。で、あとこれと、これですね。じゃあ、砕きますか。お、宝石が1個はまらなかったんだね。まあ、そこは、後で、やっていきますか。で、そうですね、強化もできる。おお、いいね。14と15、結構ね、悩ましいところで、15からこうやってね、なんていうのかな。もう一個ランダムボーナス値つくんで、じゃあせっかくだったら、15のところから上げましょうか。お、デーモンへのダメージ。3%。おぉ。なんかだいぶ上がりますね、これは。一気に10上がるんだ。17以降は。結構大変そうですね。で、能力値の方が。5625。結構ね、上がってるけど。うん。ですね。で、保管箱の方が。はい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 。え？そんなことってある？そんなことってあるのかしら。自分のもともと持ってる装備の方が高いなんてことあるかな。なんかね、あんまり覚えてないんだけど。こっちの方が高いね。死の選別。ここら辺ってなんで取ってあったのかな。なんか、記憶がね、失われていくのがやばいとこなんだけど。なんだろうね。片当てともしかして。あ、違うね。もうもしかしてこれあれかな？あ、そうですね。新しいやつが追加されてるんで、またこの抜けてるあたりをね、集めていこうかなって感じですね。で、そんなことってある？5625。変わらないよね。これもしかして元持ってるアイテムってあれなのかな？保持されんのかな？
謎ですけどね。さあ、そしたら、ボンアーマーがいいよね。で、どっちがいいのかな。スケルタメルメイジア光線、これもね結構ねいいんですけど、人生かな。よし、これでなんだろうな大召喚ネクロ復活って感じですね。さあ、でコスメティックの方が、じゃあ結晶化したアーマーにしときましょうか。はい、感じですね。じゃあまたね、ネクロマンスターでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。